私が天皇。私は仏の力に頼りたいと思っている。哀れなものよ。生意気な腰輪着を始末しろ。資料が足りなかったのではありませんか。これは飛鳥時代のスーパースター聖徳太子の物語。三輪の逆うよ、こたびの働き大儀であった。ありがたき幸せ、失礼いたします。大使ではないか、久しいの。お久しぶりにございます。ぬかたべの姫巫女様。うまこよ、なぜ大使を連れてきたのだ。良い案を出してくれるのではないかと思いまして。なるほど、期待していますよ大使。もったいないお言葉。曽我の馬子殿、昨年のご無礼お許しください。よい、もう気にしておらん。三輪の坂上は物の目の森屋と一緒に地頭を焼き仏像を廃棄しようとしましたが、馬子に拒まれ失敗したという過去があります。ところで穴穂部の巫女の動きはどうなっていますか。すでに三輪殿の討伐隊を率いて広く展開しております。私のもとにも加わるようにと使者が来ました。悔いはありませぬ。しかしここに来て死ぬことが怖くなりました。三輪殿を助ける方法はないのですか。森屋は大村寺としてこの国の軍事を担当しております。銃に一つも逃げ切ることはできないかと。なんとかせよ、そのためにお主を呼んだのだ。恐れながら申し上げます。助かる確率を上げる策であれば思いつきました。それはどのような策だ。馬子様が討伐軍の中に入るという策です。馬子が討伐軍に。なるほど、内部から軍を操作するということか。さようにございます。情報操作などを駆使して三輪殿が逃げる時間を稼ぎます。これで銃に三つは逃げ切れるかと。三つか。三つもあれば十分にございます。よろしくお願いいたします。誰だ。いかがした。外で物音がしたような。三輪殿、すぐにここから離れて西に向かってください。相分かった。ぬかたべの姫巫女様もお休みください。あとは我々が。頼みましたよ馬子様。何故西に向かえとおっしゃったのですか。西の方が逃げやすいと思ったからだが。誰かに聞かれていたかもしれませぬ。資料が足りなかったのではありませんか。確かにそうだな。では私も磯に討伐隊と合流して情報を操作することにするか。穴褒めの巫女様から三輪殿の居場所が分かったとの報告が入りました。まことか。どこだ。つば市にございます。そしてそこから西に向かったと。ぬかたべの姫巫女の後宮か。しかし一体どうやって知ったのだ。どうやら三輪の一族が密告したようにございます。哀れなものよ、身内に裏切られるとは。穴褒めの巫女に出陣すると伝えよ。は。いつまでもこんなつまらないことに時間を使っている場合ではない。申し上げます。守屋殿が壺市に向けて出陣しました。急にご支度を。いよいよだな。支度は整っておる。すぐに出るぞ。穴褒めの巫女様。馬子殿、今さら来てももうやることはないぞ。恐れながら申し上げます。次期天皇の可能性があるお方が
三輪の逆うのような罪人に近づくべきではありません。何故だ。穴ほべの巫女様に何かあっては、この国の民が困ります。それに、モリア殿の力であれば、穴ほべの巫女様が駆けつける前に、ことを終わらせることと存じます。それもそうだな。わざわざ私が行くこともないか。こんな小細工で逃げ切れるほど甘くはない。天下の乱は近いな。三輪の逆うは、もののべの守屋に切られてしまいました。一説には、穴ほべの巫女自らが討伐に向かい、射殺したという説もあります。この事件で、穴ほべの巫女は、ぬかたべの姫巫女の恨みを買い、自分の首を絞めることとなります。失礼いたします。お体の具合はいかがですか？悪化する一方だ。さようにございますか。馬子よ。私は仏の力に頼りたいと思っている。皆で今日にしてほしい。かしこまりました。というわけで、天皇様のお体を治すには仏教を取り入れるのが一番だと考える。天皇様は頭までおかしくなってしまったのだな。守屋殿、その発言は天皇様を侮辱していると捉えられてもおかしくありませんぞ。どう捉えられても結構。先にこの国の神を侮辱したのは天皇様だからな。私は天皇様のご意向に賛同するべきだと思います。いいな。仏教を認めるわけにはいかない。お主もそうであろう、勝見よ。守屋殿のおっしゃる通りにございます。絶対に認め。仕方のない連中だ。富野、生意気な腰輪着を始末しろ。かしこまりました。馬子はこの巫女となりを奉ずるため、穴ほべの巫女に僧侶を代理に引き入れさせました。そのことに激怒して挙兵した守屋でしたが、軍神の多くが敵であると知り、河内の国に退きました。一方、状況が不利であると悟った中富の勝見は、押し坂の人彦の大江の王子に帰服しましたが、帰宅途中に待ち伏せていた富の一位に暗殺されます。この背景には、蘇我の馬子と押し坂の人彦の大江の王子の仲があまり良くなかったことも関係していると言われています。そしてほどなくして陽明天皇が崩御してしまいます。皇位継承争いの始まりです。お目通りが叶い、恐悦至極に存じます。北新姫系の押し坂を擁立しているお主が、お姉の君系である私に何のようだ。北志姫とお姉の君は、二人とも第29代欽明天皇に嫁いでいた蘇我の稲目の娘です。北志姫の子には陽明天皇や水子天皇、お姉の君の子には穴ほべの巫女や初瀬部の巫女などがいます。この時期の争いは、北志姫系とお姉の君系の争いという見方もあります。初瀬部の巫女様を次期天皇に推薦したいと思い、参上をつかまつりました。私を天皇に？何を企んでおる？能力の低い穴ほべの巫女様が天皇になるよりも、能力の高い初瀬部の巫女様が天皇になられた方が、この国のためになると思ったからにございます。それに、あの穴ほべの巫女様が次の皇位を初瀬部の巫女様に譲るとは到底思えませんので、その能力が埋もれてしまうのが惜しいと考えた次第にございます。私が天皇？ご検討ください。これは飛鳥時代のスーパースター、聖徳太子の物語。それではまた次回の動画でお会いしましょう。